元キングプリンスメンバーの平野市要、神宮寺ゆうタとの特別なデートショットにファン大興奮。元、キング、リンチェプリンス、メンバーであり人気アイドルである平野シ要さんが2023年7月10日に自身のインスタインスタグラム更新しましたた。彼は、神宮寺ゆうタさんと一緒に海に出かけたデート写真を公開しました。 これにより、ファンの間で大きな話題となりました。平野さんは、実は神と出かけてたよう、海の方をこなってマグロ食べてきた、と報告し面白い写真やお茶目な写真を投稿しました。写真の中で、彼のほっけには米粒がついており、親しみやすさを感じさせます。このデートの様子は、ファンにとっても興味深いものであり、彼らの関係性をうかがい知ることができます。 ファンからは、おデート楽しそう、プライベート写真ありがとう。二人が仲良しなのは見てて幸せになる神くんと仲良くて微笑ましいといったコメントが寄せられています。彼らの関係性が仲良く、互いに楽しんでいる様子が伝わり、ファンたちはその姿に幸せを感じています。平野潮と神宮寺雄は、もともと、キング、リンチェプリンス。 EU グループのメンバーとして一緒に活動していましたタップ。彼らのグループは日本の音楽業界で非常に人気があり、数々のヒット曲を生み出してきました。しかし、2022年に神宮寺さんがグループを脱退したため、平野さんと神宮寺さんが一緒に映っている姿は、ファンにとって特別なものとなりました。平野耀さんは、 グループ活動の傍らで俳優としても活躍しており、数多くのドラマや映画に出演しています。彼の演技力やルックスには定評があり、多くの人々から支持を受けています。一方、神宮寺勇太さんも俳優としての活動があり、幅広い役柄を演じることができる才能を持っています。彼らの個々の活動は、ファンにとっても非常に注目されています。 このデート写真の公開により、平野耀さんと神宮寺祐太さんの関係性について様々な憶測が広がりました。ファンたちは、二人の関係が深まっていることを喜んでおり、さらなる活動や交流を期待しています。彼らが再び共演することや、新たなプロジェクトでのコラボレーションを見ることができれば、ファンにとっては非常に嬉しいことでしょう。 平野紫耀さんと神宮寺祐太さんのデート写真は多くの人々に癒しと幸せを与えています。彼らの笑顔や親密な姿はファンだけでなく一般の人々にも元気と希望を与えるものとなっています。彼らの明るいパーソナリティと友情は人々の心を温かくする力を持っています。 最後に、平野耀さんと神宮寺祐太さんの今後の活動についても期待が高まっています。彼らはそれぞれの分野で才能を発揮し続け、さらなる成長を遂げていくことでしょう。ファンたちは彼らの活動を見守りながら、これからも彼らの魅力的なコンテンツに期待を寄せています。 以上が、平野紫陽さんと神宮寺祐太さんのデート写真についての記事でした。彼らの関係性や活動について、ファンや一般の人々が興味を持つであろう情報を取り上げました。彼らの明るさや友情は、多くの人々に元気や幸せを与えることができるでしょう。今後の彼らのさらなる活躍に期待しましょう。